2017年10月、ミミズハンバーグを提供する店を見つけたと言ってスレを立てたイッチ。イッチは詐欺の実態を暴くために奔走しますが、その結末は悪意と悪意が交差する恐ろしいものとなるのでした。とある日の夜、詐欺バスター鳩山と名乗るイッチがミミズハンバーグを提供する店を見つけたと言ってスレを立ち上げました。イッチは最初の投稿であるにもかかわらず、自分が暴いてみせるとやる気満々の様子。しかしスレ民たちは、そんな店が今の時代にあるわけがないと、ミミズハンバーグを出す店の存在を全く信用していないようです。すると、イッチはそんなスレ民たちの反応をものともせず、マジな話だと語気を強めます。イッチによれば、その店の名前は健康バーグという地元のチェーン店だそうで、全面的に安さを売りにしているそうです。しかし、その安さの秘密は、ハンバーグの原料にミミズを使っているからだとイッチは主張します。そんなイッチの説明を聞いたスレ民たちは、おのおの感想を述べていきますが、あるスレ民が、安いとはどれくらいかと質問しました。するとイッチはその質問に対し、半端ない安さだと言い切り、店で一番人気の健康セットは、ハンバーグにライスとスープバーがついて1680円だと発表します。この全然安くない料金設定に、スレ民たちからの集中放課文字入力の音が聞こえてきそうなその時、イッチはすぐさま、1680円は全然安くない、680円の間違いだボケと言って乗りツッコミを行い、ギリギリのところでハンバーグ富豪マウントでの大炎上を回避しました。ところが、当然スレ民たちはそんなしょうもないボケには全く興味を示しません。また安さに驚いたスレ民は、俺の近所にもできてほしいなどと好意的な意見を示しますが、ほとんどのスレ民たちは680円という安すぎる価格に怪しんでいる様子を見せます。するとイッチは、自分もそう思っていろいろ調べたらこれを見つけたと言って、ある掲示板の URL を貼り付けました。そのスレ内では、一人のスレ民が、健康ハンバーグが安いのは、ミミズ肉をただ同然の価格で入手し、ハンバーグの材料にしているからだと、かなりの自信がある様子で語っています。それから、イッチはこのスレ内での情報を真に受け、許せないと強い怒りを持っている胸の内を語りました。ところが、スレ民たちは、情報源となったスレ内にも明確な情報源が書かれていなかったことから、このミミズ肉情報はデマだと捉えて、イッチを鼻で笑っている模様。しかしイッチは負けじと、同様の情報が垂れ込みとして入ってきていると明かしました。するとここであるスレ民が、ミミズ肉だったとしても、それは食品偽装であって詐欺ではないと、話がややこしくなるような意味のない言葉狩りを繰り出しますが、イッチは全く揺らぐことはなく、人を騙して利益を得ているのだから、これは立派な詐欺だと言い返します。また別のスレ民が、イッチは事件解決のために何をするのかと問いかけると、
その問いに対し、イッチは、なんと、健康ハンバーグの悪事の証拠をつかむために、来週からバイトとして働くことを宣言したのです。どうやらイッチは、絶対に裁きを受けさせる、と、やる気満々の模様。そして、イッチがバイトとして潜入捜査をすると分かった瞬間、スレミンたちは興味を取り戻し、期待してるぞ、などと言って、口々にイッチにエールを送りました。それに対し、イッチは、任せておけ、と強気な発言をすると、最初の勤務は一週間後であることを明かし、この日はスレから姿を消すのでした。そうして一週間後、シフト初日を終えてきたぞ、と言って、イッチはスレに登場しました。するとスレミンたちは、当然、待ってたぞ、などと言い、ミミズハンバーグの情報に興味津々な様子ですが、スレ内には、ハンバーグバイト行けるとかすごい、と言ってしまう。日本語すらおかしい、ニート 100% の不健康ハンバーグ2期が登場してしまいます。そんなスレミンたちに対し、イッチは、店長も先輩もいい人でやっていけそう、との報告を書き込みました。すると、のんきにバイト報告をするイッチに、スレミンたちは、そうじゃない、と、一斉に強烈なツッコミを入れていきます。それを聞くと、イッチは、冗談だ、とスレミンたちを笑い飛ばし、潜入捜査のために、信用得るには、真面目に働くことも必要だと説明しました。さらにイッチは、肝心のハンバーグを確認することに成功したらしく、初日から十分な成果だ、と自画自賛するのでした。すると、スレミンたちはすぐさま、ミミズかどうかをイッチに尋ねますが、その質問に対し、イッチは、正直何の肉が使われていたのかはわからない、と答えました。イッチ曰く、レストランに納入されていたのは、ハンバーグとして加工されたパティのみだそうで、冷凍で固く、どんな肉が使われているのかは、全くわからないとのこと。また、売り物ではないため、当然、袋に原材料なども書いていないそうです。その回答を受けて、スレミンたちは、手詰まりか、などと言って、早々に諦めようとしますが、イッチはすかさず、焦るな、とスレミンたちを落ち着けます。また、イッチは、ハンバーグの肉の秘密が、そう簡単に社員に知れ渡るはずはない、と言い、何か知っているなら店長だ、と考えた模様。そして、イッチは、明日店長に聞く、と言い残すと、その日はスレを去っていきました。すると、スレミンたちは、今度こそ期待してる、などと言い、イッチへ励ましの言葉を送りますが、そんな中、肉の秘密とかエロい、などと言ってしまう。前世が牛さんか豚さんの贅肉フェチ2期が、その日の後味を濁しまくったことで、その日のスレは収束していくのでした。そして次の日、イッチはスレに登場すると、店長から話を聞くことはできた、と言いながらも、何やら歯切れの悪い書き込みをします。そんなイッチに対し、スレミンたちは何かあったのか、と心配の声を寄せました。するとイッチは、ハンバーグの原料について店長に聞いてみたものの、店長も詳しいことは知らなかったのだと報告します。それを聞いたスレミンたちは、店長ですら知らないという事実を、にわかには信じがたい様子。
しかし、イッチは、店長は何も知らないということをもう一度強調した後に、ハンバーグの配合は、社長と数名の社員しか知らず、直営工場でも知っているのはわずか、という情報を伝えました。こうして、スレナイは諦めムードとなり、徐々にスレを離れていくスレミンも出始めます。ところが、ここでイッチはなんと、工場の方にバイトで潜入するつもりであることを明かしたのです。どうやら、工場でもバイトを募集しているらしく、イッチは直接仕事としてハンバーグの製作工程に入れなくても、休憩時間に覗くくらいはできるだろうと考えている模様。そんなイッチの行動力に、スレミンたちは驚きつつ、今度こそハンバーグの真相を解明してくれ、などと言って、イッチに期待しました。その後、イッチはスレには登場せず、スレの書き込みは徐々に減っていくのでした。そうして一週間後、イッチはスレに登場すると、工場に潜入してきたぞ、と報告しました。すると、すかさずスレミンたちが再集合し、イッチにバイトやハンバーグの報告を求めます。しかし、イッチは、落ち着け、と焦るスレミンたちを一周すると、ハンバーグの情報をつかむためにも、工場のことを知り、上司の信頼を得る必要がある、と語り、工場バイト初日のことを順番に話していくと宣言しました。そんなイッチの話を聞いたスレミンたちは、報告を聞く準備をしますが、とあるスレミンは、話をちゃんと聞くためにトイレ行ってくる、と言い出し、トイレではスマホも見ずにお尻に全集中している姿を全スレミンに想像させてしまいます。そして、イッチは説明を始めました。まず、イッチを出迎えてくれたのは、藤原さんという人だったと言いますが、この藤原さんは社長であるらしく、イッチはただのバイト一人を出迎えるのに、社長が挨拶に来るということに、とても驚いたようです。また、藤原社長は、工場長も兼任しているらしく、生産管理や総務の仕事もしているとのこと。イッチ曰く、藤原社長の見た目は、小汚いおっさんのようで、終始こちらを見下してくるような言動があったそうです。それから、藤原社長は、イッチに加えてもう一人の新人、池田くんにも工場を案内したと言います。この池田くんとイッチの二人が、同時に採用された新人ということでした。しかし、イッチ曰く、面接には、イッチと池田くん以外誰もいなかったため、ただ単に応募があった二人を、そのまま採用しただけの可能性が高いと言います。また、工場は昔ながらの食品加工の町工場のような雰囲気で、従業員数は20名程度だったとのこと。さらに、この工場は、藤原ミートという食品工場となっており、今の健康ハンバーグの前身だと言います。どうやら、ハンバーグレストラン事業は、ここ10年くらいで始まったものであり、食品加工事業は未だ健在で、地元のスーパーや食堂などに卸す食品も製造しているそうです。ただ、イッチは藤原社長の自慢げな話し方が気に障ったと言います。しかし、イッチ曰く、工場の設備は最新のものが取り入れられており、とても清潔だったそうです。まさしく見た目は昔ながらの町工場であるものの、中身は最先端な工場だと。
イッチは話しました。すると、ここまでの工場バイトの報告を聞いたスレミンたちは、その具体的な内容に様々なコメントを残しますが、接客業とは無縁のスレミンらしく、工場勤務の経験だけは多そうなコメントが数多く見られるのでした。そしてイッチは工場見学の最後の方に、藤原社長から翌日入る LINE について教えてもらったそうです。その際、社長からはやりやすい LINE だからと紹介されたそうですが、その言い方は脅しのようなニュアンスが含まれており、文句言うなよという意味にも聞こえたとイッチは言います。そしてイッチが入る LINE の責任者は主任の金宮さんという人で、嫌な雰囲気のある藤原社長とは違い、金宮さんはとても人当たりが良く、イッチはすぐに打ち明けられたとのこと。さらに金宮さんは10年以上も工場に勤めるベテランであるにもかかわらず、偉ぶった感じが全くない謙虚な人だったらしく、イッチと池田くんに対して人手不足の工場に入社してくれたことを感謝していると話してきたのだとか。すると、ここまでイッチの工場初日について聞いたスレミンたちは、さすがにまだハンバーグどころではないかなどと言って、イッチが工場バイトに馴染むまでは温かく見守るつもりのようです。そしてイッチは工場の説明を終えると、初日は工場の紹介と明日以降の業務についての説明だけだったと話し、実際にはまだ働いていないことを明かしました。また明日は社長の家で昼食会があるらしく、イッチは社長に苦手意識があるものの参加する予定だと話します。それを受けてスレ内では、工場勤務の待遇がかなり良さそうなことに驚くなど、全体的に肯定するような書き込みが多く見られるのでした。しかしそんな中、藤原社長もいい人だとは思うが、なんかお前社長への当たりが強くないかと、イッチの態度に違和感を唱えるスレミンが現れました。するとイッチは藤原社長について、小太りで牝馬で下品な車に乗っているとディスり始め、挙句の果てにはまさに詐欺師といういでたちと、どこからどう見てもただの悪口でしかない発言を投下してしまいます。そんなイッチの極悪発言にスレミンたちは、いくらなんでもひどすぎるや人を見た目で判断するななどとツッコミを入れていきました。するとここで一人のスレミンが、藤原社長そんな悪い人に見えないけどなと言いながら、あるウェブサイトの URL を貼ります。それは健康ハンバーグのウェブサイトにある社長紹介のページでした。そこに掲載されている画像には、確かにイッチの言う通り、初老で小太りのおじさんが写っていましたが、ウェブサイト上では優しそうな雰囲気を出しており、まさしくジャムおじさんのような見た目をしています。そんな藤原社長の掲載画像を見たスレミンたちは、普通にいい人そうだとイッチに抗議しましたが、何人かのスレミンたちがいい人そうなのが一番怖いなどと言って、何の経験もないくせになぜかイッチを擁護し始めました。ところがここで突然一人のスレミンが、この URL はおかしくないかと疑問を投げかけたのです。すると
ウェブの知識に乏しいスレミンたちには何もピンときていない様子でしたが、その中であるスレミンが違和感に気づきました。そのスレミン曰く、今の URL は日本語で読むとキングハンバーグとなっており、店名の健康ハンバーグとは異なる名前になっているとのこと。通常ある程度規模の大きいチェーン店でこのようなことは考えられないとそのスレミンは話しました。それを聞いたイッチやスレミンたちはそこまで興味を示していない様子ですが、そんな中あるスレミンが先に URL を取られてしまったからではないのかと発言します。というのも、URL は原則として好きな文字列を早いもの順で獲得することができるので、獲得した URL をすでに別の人が使用していた場合は別の URL にするか、先に URL を取った人から買わないといけないのです。ところがそれに対し別のスレミンはそんなこともなさそうだと発言します。そのスレミンによれば、現在でも健康ハンバーグなどの URL は取得可能であり、キングハンバーグという URL は最初から意図的につけられていたようだというのです。こうして URL の謎が新たに生まれたことで、スレ内にはいろいろな考察が書き込まれますが、どれも説得力に欠けるものばかりで、スレは混沌としていきます。するとここでイッチは次の手に出ると言い、ハンバーグの遺伝子解析をして原材料を突き止めるという作戦に出ることを宣言しました。どうやらハンバーグのパティ自体は通販で売っているらしく、入手は可能とのこと。そんなイッチの提案に対し、一人のスレミンが遺伝子解析とはどのようにやるのかと質問すると、その質問に対しイッチはお金さえ払えばやってくれる機関があると説明しました。ただしそれなりに大きい金額がかかるそうです。しかしイッチはミミズハンバーグ詐欺撲滅への熱い思いがあるとのことで、この遺伝子解析にはとても積極的な様子。またイッチは工場でのバイトも当分続け、ハンバーグの原材料を突き止めるために動いていくつもりであることも明かしました。そんな手段を選ばず金もかけて調査しようとするイッチに対し、スレミンたちがさすがイッチと盛り上がりを見せたところで、この日のスレは幕を閉じるのでした。そして翌日の夕方、イッチはスレに登場すると、今帰ったぞとどこぞの亭主関白のような態度でスレに登場しました。するとスレミンたちは一斉に、昼食会はどうだったや LINE に入ってみてどうだったかなどと質問します。それに対しイッチは少しもったいつけた後に、どうやらミミズを混入していることはなさそうだと答えました。そんなイッチの突然の報告を受けてスレ内は混乱に陥り、もはやミミズであってほしいなどの発言まで飛び出す始末。それからイッチは順に説明すると言って工場バイト2日目の報告をしていきました。イッチは今日から池田くんと一緒に製造ラインに入ったらしいのですが、経験がないイッチは単純作業の連続がかなりきつかったと言います。ただ池田くんは経験があるようで、ライン作業に慣れていたらしく、イッチとは対照的に手際よく作業を進めていたとのこと。
その後、イッチは休憩中に花宮さんから声をかけられたらしく、花宮さんは、こういう仕事は慣れないとうまくできないよね、と言って、イッチを心配してくれたそうです。それに対し、イッチは、池田くんや金宮さんのようにはいかない、と答えたとのこと。すると、金宮さんは、そんなイッチに、池田くんは、前も製造業で働いてたから慣れている。鳩山くんも慣れればすぐできる、と、励ましの言葉をかけてくれたと言います。イッチは、この金宮さんの励ましが力になったようで、その後は仕事を一生懸命頑張ったことを報告しました。すると、過去にバイトで優しくされた経験など皆無なスレミンたちは、金宮さんに爆発的なレベルの最高級評価を勝手に送りつけます。そんなスレミンたちの声を受けて、イッチは、金宮さんの評価は工場内でも高いと明かしました。イッチ曰く、金宮さんは人当たりが良くて仕事もできるため、工場内での人望も厚いのだとか、そして午後の休憩を長めに取ることができたイッチは、工場の目と鼻の先にある藤原社長の家で昼食会に招待されたと言います。この時招待されたのは、イッチ、池田くん、主任の金宮さん、社長の息子の進さんの4人だったそうです。また社長の家は豪邸とまでは行かずとも、和風建築の立派な家だったとのこと。そして社長宅で振る舞われた料理は、肉料理が中心だったようで、どうやら藤原ミートで製造しているもののようだと、イッチは報告しました。すると、バイト着任2日目にもかかわらず、社長の家で昼食を食べるというホワイトすぎる工場環境に、スレ内では嫉妬の渦が竜巻のように巻き起こってしまい、この昼食会の目的は何か、と、クレームに近い疑問を投げかけるスレミンも現れます。そこで、イッチはまず、昼食会の目的について説明し始めました。何でも藤原社長は、自分たちで作っているものの味を知ってほしいとの思いから、新入行員を自宅に招き、昼食会を開くのが恒例となっているそうで、今回のイッチと池田くんが特別というわけではないということでした。また藤原社長は製品の紹介をしている途中で、また以前のようにイッチたちを睨みつけて凄んできたらしく、イッチは真面目にやれよという社長からの脅しだと受け取ったと言います。そして食事が始まると、イッチはミミズが頭をよぎってあまり食べられなかったそうですが、何も知らない池田くんは美味しそうに食べていたそうです。また食事の最中、池田くんが社長に対して質問をしたそうで、その内容は、健康ハンバーグはなぜあんなに安いのかというものでした。本当はイッチもそのような確信をついた質問をしたかったのですが、本当の狙いを見透かされると計画が台無しになるため、なかなか聞けずにおり、池田くんが代わりに質問をしてくれたことで、心の中でガッツポーズを連発したのだとか。ただ残念ながら社長の回答は意外なほどまともなものだったそうです。社長によれば、健康ハンバーグの安さの秘密は、通常であれば捨てられる端材の肉をひき肉に加工しハンバーグにしていること、そして製造工程の無駄を徹底的に削減していることなのだそうで、その詳細も聞けば聞くほど理にかなっているものだったらしく、イッチは聞きながら
納得してしまった様子。しかしスレミンたちはまだ夢を諦めきれないといった様子で、ミミズ肉の可能性を模索し続けます。それから立て続けにイッチはミミズの疑惑が晴れた理由を語り始めました。なんでも社長が話している時、その場にいた金宮さんとすすむさんは社長の話に相槌を打ちながら聞いていたそうです。その際、社長があまりにも熱く語り、金宮さんとすすむさんも熱心に聞いているので、イッチも社長が嘘をついているようにはとても思えず、本当にミミズなんて使っているのかと疑問に思ったのだとか。その話を聞いた後に午後の勤務をしていたイッチは、今まで気づかなかった様々なことに気がついたと言います。それは、藤原ミートの工場は従業員の衛生意識がとても高く、品質管理が徹底されており、そして何より働いている人がみんな笑顔であるということでした。すると、スレミンたちは、やっぱりホワイト企業じゃねえかと、健康ハンバーグの素晴らしさをぐちぐちに語ります。さらに別のスレミンは、そもそもミミズの原価は結構するはずだと言い、ミミズ肉を使っているから安いというイッチの仮説を根底から否定しました。そのスレミン曰く、一般的に販売されているミミズは食用ではなくて釣り餌用として養殖されているものであり、価格は全く安くなく、牛肉と比べても5倍くらいはするとのこと。そのためこのスレミンは、ハンバーグを安くするためにミミズ肉を使用するということは不可能だと断言しました。そして午後の勤務の後、イッチはミミズハンバーグの噂について工場で聞き回ったそうです。すると意外にも池田くんが詳しい話をしてくれたと言います。そんな東大元暮らしな情報源の存在にスレミンたちは拍子抜けしている様子。そしてイッチは池田くんから聞いた話を説明します。池田くん曰く、実はミミズを使ったハンバーグの噂があったのは、イッチが最初に潜入した健康ハンバーグ1号店の前身のハンバーグレストランらしいとのこと。つまり以前のハンバーグ店が潰れ、その居抜き物件に健康ハンバーグを開いたため、噂まで一緒についてきてしまったというのが真相だそうです。こうしてイッチが提唱したミミズハンバーグ事件は完全にガセであるとの結論に達し、スレはあっけなく幕を閉じるのでした。ところがそれから数日後、突然一人のスレミンが、健康ハンバーグの URL についての謎が分かったと書き込んだのです。それに反応したスレミンたちがスレに集まり始めると、先ほどのスレミンはウェブアーカイブを探すことを思いつき実行したと説明しました。ちなみにウェブアーカイブとは、過去のウェブサイトが保存されているアーカイブのことで、そこに保存されていればウェブサイトの過去の様子がわかるというものです。そしてスレミンたちが健康ハンバーグのウェブアーカイブ内を探した結果、2008年頃のサイトでは店名が違うことが判明しました。その2008年頃のサイトを見ると、店舗名は健康ハンバーグではなくキングハンバーグとなっています。この事実から、店舗経営の実態など当然頭にないスレミンたちは、店舗名が変わっただけかと安易な考えに走っている模様。するとここであるスレミンが、
チェーン店が店舗名を変えることはそうないと説明し、これはおそらく買収や合併だとの考えを示しました。また別のスレミンもその考えに同意し、前身のキングハンバーグがミミズの噂で経営難に陥り、藤原ミートが買収し、その後健康ハンバーグになったという説が一番可能性としてあり得ると補足します。この考えに他のスレミンたちも同意し、また URL の謎が解けたことをイッチにも伝えたいと考えましたが、その後もイッチがスレに登場することはありませんでした。ところが1ヶ月後、なんと今回疑惑が晴れたばかりの健康ハンバーグで大規模な食中毒事件が起こったと報道が入ったのです。また食中毒の原因となったのは人気の健康ハンバーグセットではなく、レアハンバーグという商品とのこと。それを聞くとスレミンたちは、生肉ってやっぱ危ないんだな、などと言い、肉の料理ではしっかり火を通さないと危ないことを指摘しました。するとここでイッチが久しぶりに登場し、自分はそうは思わないと意見を述べたのです。そしてイッチは、健康ハンバーグの衛生管理はとてもしっかりしており、あの環境下で食中毒が出るのは考えられないと主張します。するとイッチの久しぶりの登場にスレナイは沸き立ち、以前のイッチの迫力満点な潜入捜査っぷりでファンになったスレミンも少なからずいる様子。それからイッチは今もまだ健康ハンバーグの工場で働いていることを告白します。なんでもイッチは金宮さんをはじめ池田くんも社長もいい人であるため居心地が良くなってしまったのだそうです。そしてイッチ曰く、レアハンバーグはイッチも担当しているらしいのですが、製造過程での衛生管理には何倍も気を使っており、十分な冷凍殺菌も行っているはずとのこと。するとこのイッチのカミングアウトを受けてスレミンたちは、潜入捜査のまま勤務してどうするなどと言ってイッチを嘲笑います。しかしイッチはそんなスレミンたちをやかましいと一蹴しました。さらに続けて、健康ハンバーグの運営元である藤原ミートも原因解明には至っていないようで、イッチはただのバイトのため内部の情報が回ってくるはずもなく何もわからないと話します。こうしてスレ内では様々な憶測が飛び交いますが、決定的な考察がされることはなく、スレは徐々に書き込みが減っていくのでした。ところがそれから数日後、イッチはスレに現れるなり、工場の従業員の一人が警察に連行されたと書き込んだのです。そんな突然の一報にスレミンたちは困惑しながらも、食中毒事件とは関係があるのかなどの質問を投げかけます。するとその直後、イッチは詳細が分かったと言って説明を始めました。どうやら犯人は社長の家の敷地内に侵入し、家庭菜園を荒らしたようだとのこと。そして防犯カメラを解析した結果、なんとその犯人は金宮さんだったそうです。するとまさかの犯人の正体にスレミンたちも驚きを隠せない様子。そんなスレミンたちと同様、イッチも未だに信じられないといった様子を見せます。すると突然一人のスレミンが、
もしかしたら金宮さんはキングハンバーグの店主ではないのかと言い出したのです。そんな突然の主張についていけないスレミンたちがどういうことかと詳細を求めると、このスレミンは説明していきました。このスレミン曰く、以前見つけたキングハンバーグのサイトのアーカイブにはブログの URL が記載されていたとのこと。そのブログは外部サイトを使ったもので、まだ削除されてなかったため見ることができたそうです。またそのブログは更新が2009年で止まっていましたが、最後の記事には次のように書いてあったといいます。その内容とは、長い間当店をご愛顧いただきありがとうございました。当店がミミズを使っているなどというのは全くのデマです。あれは藤原ミートが当店を買収するために流したものです。私は藤原ミートを許しません。キングハンバーグ店主というものでした。この衝撃的な事実を知ったスレミンたちは漏れなく全員驚愕している模様。さらに先ほどのスレミンは続けて、キングハンバーグという名前は金宮の音読みから来ているのではないかとの考察を書き込みます。それを聞き、多くのスレミンは意味が理解できていないようでしたが、その中でも何人かのスレミンはピンときたようで、社長の名前をもじって社名にするのはよくあることだと話しました。そして先ほどのスレミンは全部説明すると言って解説を始めます。まず金宮を漢字に直すと、金と宮という二文字になり、金宮という二文字の漢字は音読みにするとキング、つまりキングとも読むことができるのです。そのためキングハンバーグという社名は社長の金宮の名前から来ている可能性が高いとのこと。ここまでの考察を受けてスレミンたちは、デマでキングを潰した藤原ミートがえげつないや、金宮さんは憎んでるはずの藤原社長となぜ一緒に働いてたのかなど浅はかな感想を書き込んでいきます。するとここで一致が唐突に、実は遺伝子解析の結果が届いているということを報告しました。一致は工場で小売されている商品をすべて遺伝子解析してもらったらしく、その中には話題のレアハンバーグも含まれていたとのこと。その結果、他の製品は異常がなかったものの、レアハンバーグだけ結果が妙だったといいます。通常であればレアハンバーグは牛肉 100% で作られているため 100% 牛肉が検出されるそうです。もし混入する可能性があるとするならば、合いびき肉で使われている豚肉と別ラインで加工している鶏肉で、それ以外の肉は工場で扱っておらず、混入する可能性は皆無だとイッチは言いました。そしてイッチは今から結果を掲載すると宣言します。その後すでに結果をなかなか投稿しないイッチに対し、イラつくスレミンが続出する中、ついにイッチが遺伝子解析の結果を掲載しました。その内容は牛肉がほとんどであるものの 0.04% だけ豚肉でも鶏肉でもないものが混ざっていることがわかります。そしてこの 0.04% の正体不明の肉にスレミンたちは恐怖しつつ、食中毒の原因はこれだろうと冷静に考えるスレミンもいる模様。こうしてスレミンたちは金宮さんの本当の狙いに気がつき、
二度と外ではハンバーグを食べられない体になったところで、スレは静かに終了していくのでした。レアな人材になれなかった皆さんも、レア肉には気をつけましょうね。次回の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説。そこに書かれていたのは完全犯罪を予言した殺害予告だった。